どうも、陣内智則です。さあ、今回はね、恒例の心霊検証ということで、この方々に来てもらいました。まずは、まだや言うから、そうなんだよ、俺が言うから。振りを逃したらあかんって言われてます。いや、振りはないねん。まずは、早友を紹介しないとね。新月、早友です。お願いします。初めて今から見ると思いますけども、はい、なかなかのこと起こってるんで、いや、ちょっとドキドキしますね。ちょっとお願いしますね。はい、任せてください。はい、さあ、そしてテニスのお二人お願いします。お願いします。ちょっとあの、本当、はい、俺もう本当腹立ってんねんけど。マジで腹立ってんねんけど。マジ言っていい？何ですか？なんで来てきてんねん。なんで来てくんねん今日。来てこんでええねん今日は。なんで来てくんねん。その2択むずいですね。何をちゃんと来てきてんねん。いや、やっぱりもう陣内さんに恥かかすとあかんない。いや、ええねん、今回は来てこんでええねん。今回もなんで来てこへんねんでええねん。もうほんで俺が例えるわ、なんかアキラ 100% がお盆忘れみたいなもんや。言うわ。そして隼人も、はい、お願いしますね。よろしくお願いします。はい、なんか持ってきてくれたんですか。ちょっといいですか、最初にいいそのお二方のチャンネルで番宣してもいいですか。いや、何そのものによって言えないんですか。あの、僕今度ライブをやることになったんですよ。あの、有明アリーナで。すごいね。キャパはキャパ12,000。なめてんのか。そりゃ12,000でライブやるんですよ。で、昼夜2公演。誰出んの。今でも言ってんのは僕と直樹マン。あ、直樹マンさん。はい、ギフティングをちょっと皆さんにしたいと思って。何何何、まさかあの、お揃いの T シャツを着てきてるところも大変申し訳ないんですけど、うん、T シャツを持ってきたんですよ。あ、いやいやいや、そろったとこやのに。ありがとう、ありがとう。嬉しい、嬉しい。直樹マンがデザインをいろいろ考えて作ったんですけど。陣内さん、うん、生地めちゃくちゃいいです。めちゃめちゃいい。何やまずはね、どんなんやったのか、ちょっと送信編みたいなの作ってるんで。あ、ありがとうございます。はい、じゃあまずご覧ください、どうぞ。さあ、約束のゆきお誕生日心霊企画です。ありがとうございます。やってまいりました。結構来ましたね。いやマジでここよね。うわ、もう、はい、いや、ほんでさ、マジで、マジで俺今めっちゃ腹立ってんけど、言っていい？はい、なんで来て来てないの？俺マジでびっくりしてんねんけど、今。いや、お笑いはむずいわ。それでどういうつもりなんで謝ろうとしたんですよ。陣内さんがこんなに仲間意識持っていただいてたんだって。いやいや、ユニフォームやん。はい。いや、ゴージャスが地球儀忘れるんだよ。いや、マジで。これ誕生日だから陣内さん復帰ってことですか。まあ、そうや、そうです、ね、なるほど。復帰したから、はい、ほんまにあの誕生日の、まあ、30分ぐらい前。なるほど。12時前よ、ね、はい、そうですね。衛星は知ってるの。早く全く知らないです。知らない。あれ、これ行ったとこじゃないですよね。あ、あ、ベニコーでは行ってない。行ってないですよね。え、こんなとこに？アルピーさんで。どういうこと？あ、そうそう、あそこか。そのまま移動がある。こんなとこに移動がして、移動に下の人で後から機体が放置されたっていうね。絶対外に移動がある。外にあったけど、これを室内にしたんだ。そうだ。これ今入ってもうたら曲がられへんな。はい、あー、はいはいはい。結構深かったんですよね。アルピーがここで写真撮ったら、ちょっと映像を作ったもん。はい。心霊写真みたいな。しかもこのドアもよく分からんドア。せんで、これやねん、これやねん。あ、ここさ、鍵ありましたね。なんで向こうから出られへんようになんねん。あ、嫌な部屋です、ね、閉じ込められんのよ、なんか知らんけど。そういうことか。2階から降りてこれないよ。うわ、怖っ。あ、そういうこと、これ階段なんや。ここやねん、問題は。違う、肌寒いっす。肌寒い。2階怖かったよ。2階怖いっすね。空気変わりましたね。ここめっちゃ怖い。あ、ここ絶対入った瞬間めっちゃ寒気する。ここやばいな。ねえ、何なんすかね、これ。何なんすかね、これ。空気違うから。これ、うんうん、子供部屋じゃなかったし。ここがね、うん、まあ、あんまり見せれない。何この赤い。そうなんですね。チーみたいになるやん。いろんな感じがチーっすね。あー、チーに見えましたね。はい、あるんですか。そっちよ。おお。先生、何を。何だね。はい。いや、奥の方。
1階か1階こういう窓が、うん、なんかガタガタってなるような、うんうん、えこれ部屋があるのチョークでしてる、ね、そっちに人いないですもんね、うん、おおおお近い方はユキオちゃんやと思うけど、はい、これはもうよくあることや始まってますねいやもうマジでマジでこれもうよくあることやって、はい、麻痺してますよそれこれ開けてこれがまた増築あここだここもあるぞ部屋えこの部屋がね、うん、そうですねしかも部屋の中からトイレなんですねあそうですねここもなんかここだけで生活させられてる確かにそういうことですよね多分普通廊下からつながりますもんねトイレってはぁ、あ、ゾッとするなぁここはゾッとするぞ換気部屋みたいなところも、はい、では、はい、ここから先はこれこっからね、はいはいはい、横沢も入ってんな、はい、まず、はいケーキケーキえシャンパン買ってきたからえシャンパンもスタッフさんがもう出たんですねビール買ってきた、はい、誕生日しようドンって言ったで、はい、上からですか上から言ったんだよお願いしましたねなんか上の気するなはいはいそうなんですよね上いないもんねもうそう上から結構物音してたんですよね、はい、えシャンパンもですかシャンパン終わってきたよビールもあるよあれ誕生日しようドンって言ったね、はいはい、大きかったと思うと、うんうんうん、ママ、誕生日しようそりゃ、そりゃ売れるわ全部流していやいやいやこんだけ適応できるんやから何でもできる全部流してるえこれこれこれはい適応して、無敵状態がそういや、すごかったですね適応だもん下、触ってみえ似合ってたしね、はい、握るんかな握るのかなギュッて引っ張ってかわいいかわいいなこれ、うんうんはい、かわいいやつ、はいまあ、色も前とか前哨戦というか数少ないファンも大好評でしたあれ、まあ、黒いはい、はい、あれゆきょちゃんゆきょちゃんかわいいかわいいって怒られて前回は黒い危機一発で決めて俺がもう引いちゃってない、はい、一発でじゃあもう誰から誕生日からいきます、はい、楽しそう心霊スポットやもんな9分の1ぐらいかこれマジで すげえ来てるなこの顔好きやねしっかりと食われてるこれゆきよこれこのチャンス逃したらあかんぞこれマジでこれがチャンスめっちゃ上手くせこれ次面白いよね。いや、俺感動した今。いや、すごいすごいすごい。だってぜ、ゆくで、ゆくで。ほら、もらえへん。おぉ。もう今度全然。まさか。そう。だから、これがすごい一発ネタ。ほんまにやらせなしよ。残り4つ。残り5つ。はい。すごいよなぁ。すげぇ。来てるよ。来てるわ。まずは、はい、ちょっと面白い部分も含めて、はいはいはい、まあちょっと見てもらいましたけども、うん、まずはあれともこういう知ってたエステ、行ったことありました。あ、ありました。あるんや。テレビでアルコ&ピースさんと一緒に見出してもらってて、これ俺らは正直この時映像も見られへんもんな、はい、リアルにやってるから、はい、音はも う,、はい、もうバリバリ聞こえんのよ。はい。もうそうどうでもよくなってくるよね。いや、割と気になる。なんかよくそこしがむなと思ってたから。しがみないから。よくしがみよんな、こいつらって。いろんな YouTube 死んで見てみてくださいよ。それピークだな。いや、テレビ見ちゃってるからバカになっちゃう。バカになっちゃってるから。そんなことで、ユキオの俺、生まれ変わった姿を見られて、はい、あれはもう神がかってたね。そうですね。やっぱ引きってあるんですね。すごない。なんかすごい、ユキオがなんか男らしかって。すごいやろ。コメントすごかったよ。ああ、ありがたかった、本当に。ゆきおちゃん生まれ変わったとか、もうヒゲっていうのやめるとか。どんどん出てくる。そうやろな、あんだけ頑張ってゆきおみたいな。そうですね。だからちょっと面白になってて。そうですね、ま、僕らのテンションもすげえなみたいな、はい、怖いけど、うん、なんかようわからんまま音パンパンパンも言うてんけど、うん、見てないから、うん、ここまではあまりにも明確すぎて今のところ僕はいらないですもんねそうやけどさ
さああとは任せましたよって来たけど、はい、こっからですよ、うんうんうん、やっぱりね、すごいね、皆さんよく見てくれてますよね、うん、こう何分何秒、いや、そうですね、そうそう、本当にわからないことから、まあ、解明したものまであるんで、はい、で、わからないものはちょっと早友が、はい、もちろんです見ていただいて、まずはネタ人側に来たやつやから、はい、これコラボでデニス側にも来たやつを、はい、まあ、デニコアチャンネルではやってますからね、はい、あ、はいはい、でまずネタ人の方に来たコメントで、これ心霊現象ちゃいますっていうのをまとめたんで、うん、ご覧ください、どうぞ。怖いな。さあ、どんなんが来たんやろう。これね、ちょっと俺もちゃんと親指で親指指みたいな、やねん、一瞬出てきて消える。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアユキオちゃん、ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。おめでとう、ありがとうございます。いいですか、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もう、うわ、嬉しいなぁ。お酒も飲ませていただいてね。甘いね。おっ、うん、え、なぁ、ちょっと見た、俺もこれ全然知らんかってんけど、嬉しいなぁ。確かに、ありがとうございます。これさ、右上ですよね。甘いね。そう、うん、光じゃない、光やったら手前に来てるやんか。ありがとうございます。おぉ、いくで。甘いね。ほら、うん、あー、ほんとだ。これなに、なんだこれ。もう絶対おらへんもんね、スタッフも。いいね、いいねって言うやつね。これ、ちょっと見てよ、ほら。前のさ、光のぼやは手前に来てるやんか。うん、そうですね、はい。もう一回いいですか、ちょっと巻き戻して。これ、流れで。甘いね。これ、なんやろ。甘いね。どう、なんか、明らかに障子の後ろじゃない、後ろですね。後ろが、光じゃないんじゃないですか、これ。そう、光やったら障子の前やと思うね。はあはあはあ、でもあとやっぱ今までさ、こういう心霊現象でやっぱ手やったやん、はい、はいはい、全てにおいて、うん、はい、これ、うん、カメラ回してるのノブさんですよね。あ、俺、そうそう、ノブさんライト持ってます。ライト、いや、ライトっていうより、うん、あのナイトショットっていう、うん、暗視カメラモードと、ライトのテーブルのやつだけですか。うんうんうん、あ、じゃあ確かにこれなんか映ってる可能性がありますね。これ例えばなんですけど、ノブ、うん、さんのカメラの動きに合わせて出て引っ込んでたら、うん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 、あのたまたま向こうにある黒くないものっていうのが見えた状態になって、それが見えない角度に変わってるだけだと思うんですけど、でもそんなんないもんな、俺ら持ってるのは、確かに。しかも下からこう吸って、はい、これはハヤトの会みたいな手、指ですか。指じゃないと思います。指じゃない、指じゃないと思います。多分普通に人が見てる状態。 あれは顔という認識でいいんですか。ですね、あのほとんど人の手をなせてない状態の、まあ、ちょっとぼやーっとした、ああ、のっぺらみたいな感じがヒュッて見てるというイメージでいいの。はい、おそらく2階から見に来てるような状態かなと思いますね。いや、何かしらが見に来た可能性があると思いますね。じゃあちょっとまだあるんで見てください。はい、ええ手、また手だ。25分47分。どんな人がタイプなの、ゆきよなんですか。一回 MC したか。あったな、イベントで俺ら MC で、はい、これ一応コメントが多かったやつね。気を抜けて、お前から来た時もう胸もすっごい出て、でフラグで、おおおいおいおい、そう、落としたよ、落とした、うん、あれおかしい、めっちゃ近く行くだね。ええ、これは俺じゃないの。これちゃんと、めっちゃ近く行くだ、え、ね、え、これさすがの俺じゃないの。え、え、めっちゃ多い。え、右隣に、でもこれはね、あ、そうか、ノーカットで、うん、これ別カメラで、うん、あ、確かにね、分かりそうですけどね。そう、え、なんかした、いや、してない、俺めっちゃ近くから聞こえてた。あ、でも本当だ、ノブさんじゃない。こんな手やる、何、俺手出てない。だって、え、なんかした、俺の手が、あ、覚えた、あ、覚えた、これや、ノブさんだ、なんだ、うん、めっちゃ近く行くだ、うん、めっちゃ女子みたいな人だった。あ、そうそう、これはノブの手や、よかった、なんだ、俺なんでこんな変なことしたんやろ。こういうのもあるから、ちゃんとこっちはいろんなカメラから見て、だから編集してたから多分ポーンって出ただけで、お前の手、正気ないな。
俺も例の点しか見えんかったもん。なんか恥ずかしいですけど、一瞬本当に知らなかったな。すみません、僕の手に正気がないだけでした。すみません、紛らわしい。よかった、よかった。はい、じゃあこれはもう、これは皆さんコメントがあったけど、ノブの手でした。はい、じゃあ続いて陣内さんの右手指先の方が一瞬ニュッと出てくる。白 白いものは何でしょう。いやぁ、2階の空気ちょっと俺無理かも。俺もやっぱ2階やって。やっぱ2階なんすね、みんな。いやでも雪を生まれ変わったよ、43歳めっちゃ前。今まで雪やってたの、今出た、今のですか。からから言うて、え、これ分からへんな。いやでも雪を生まれ変わったよ、43歳めっちゃ前。今まで雪やったのも札みたいな、からから言うて札みたいな。いやでも雪を生まれ変わったよ、43歳。え、うん、白い、いやこれ親指じゃないですか。いやでも雪を生まれ変わったよ、43歳。そうですよね、形がおかしいだけで。ああ、親指っすよね。うん、うん。よかった、親指で。2人で揃って全員ややこしいことになってる。だから変な普段みたいな感じになってこういうのもあのコメント来てたから一応、ね、はい、見せますけども。そうですね、すっきりしますもんね、見てる方もね、うん、だからノブの手、親指は分かりました、うん、はい、次いいですか。次これちょっと、これはね、うん、俺はまだ隼人に見てもらいたい。物の下に白いのが出てきてないですか。物の下、これ俺が一人検証みたいにさせられた時。え、陣内さん、一回部屋戻ってもらっていいですか。俺、悪いことすんな、これ。検証のためにっていうのはね。俺は階段で俺、足音を鳴らす。あそこか。そう、階段から音が聞こえたから、はい、階段を俺らから鳴らしますねっていう。やって。はい。ちょっとさ、陣内さん、一人にして。あ、そこか。悪いことすんね。あ、聞こえた。下、戻ってきてって。一人検証なってるやん。マジで怖かったわ、これ。カチャって言うた。そう。え、これ、いや、やばい。え、やばい。めっちゃ、やばい。やばい。めっちゃ音してる。今やってるのやばい。ちょっと、元々のやつじゃん。ちょっと。え、やってない、やってない、やってない。ちょっと。陣内さん、今やってない。2回ガチャガチャ。今、ガチャー言うた。え、え、どうすどうすえ、え、もうそこやもんな。あー、今のか。今なんかした？いや、今マジで何もしてないな。この後、この後？ちょ、一人検証になっててんけど、今。いや、階段を検証するって流れになってて。すごいな。あー、ほんとちょびっとなんか出ましたね。ちょ、一人検証になっててんけど、今。いや、階段を検証するって流れになってて。階段を検証するって流れになってて。ほら、なにこれ。うわー、気持ち悪い。毛っぽく見えちゃった、今。絶対おかしいやろ。ほら。もう。で、スッと消えんのよ。あー。これは何？これはだから、検証した結果、我々は分からへんのよ。いやー。確かに。これはどう思う？激ムズですね。でも、まあ、これ、言語化できないんですけど、感覚だけなんですけど、うん、多分例ではないですね。例ではない。どういう現象？まず多分、あそこの後ろにあるなんかがふわっと映り込んでしまってるだけではあると思うんですよ、うん、なんで、うん、わざわざ何かが出てきたりとかしたのではないんじゃないかな、うん、あの障子の指とはまた違う感覚がするの？あ、違いますね。障子の指はちょっと霊的なことを感じる。そうなんです、あの見られてる感覚があるんですよ、うん、そういうものだと。でもこれは全くそれがないんで、個人的には霊ではないと思うんですが、うん、あり得るとしたら、うん、この部屋の上が確かもうお子さん部屋みたいな感じだったと思うんですよ。あ、でもそうね、上がっていったので、そうですよね。で、あそこが僕個人的には極めて良くない部屋だと思うんで、うんうんうん、あそこにぶら下がってる男の子がいるんですよ。え、言い方が僕は使えるか分かるんですけど、首つってる男の子ですね。で、その男の子の足とかがファッと入ったっていう可能性はあるかもしれないんですけど、でも上がるっていうのがちょっと物理的におかしくない？なんでこれ多分こう言ったんじゃなくて、こう言ったんだと思うんですよ。ああ、なんか押してきてそれはスーって下がったことで、はい、でも見えなくなっただけで、はい、こういう風になったんじゃないっていうこと。はい。ああ、
でもやっぱ海友先生は、うん、何でもかんでも礼って言わないので信用できないです。ここがでもさっきノブの指ってこれ幽霊だな。怪しい。正気がないな。確かに正気はなかった。毎日見ている幽霊の手とほぼ一緒。これは我々これ皆さんがくれたんですけど最後、うんうん、見てもらってから喋ろうか。一番多かったのはこちらです。はい、はい、ん、まあ、あの現象ですね。僕たちも、うんうんうん、ボトルが投げられているように見えます。手前のタンスいないと。うん、どれですか。これこれや、はい、あー2階だ。これこれやね。この辺も同じ人でもいないね。これ家、これ家じゃない。いや、でも1階建てですよ。だから増築か。増築もやん。この家めちゃくちゃ増築してるんですよね。ほんまに、うん、そうね。そうですよね。そうそうそう。おおおいおいおい、どっち。そうそう、めっちゃ増やしたり。俺ら分かってなかったんだから。え、ほんまに何これ。怖いな。ええ、なんかこれさ、俺らはさ、それがもともとあったかもしれへんって思ってんねん。そうですね。で、これでこの映像で初めて気づくの。え、どっかから飛んできたってこと。上、ここ今だとちょっと違和感ありすぎて、うん、これ、しかもここに、ここに定点がある、はあ、映ってんちゃう、多分。確かに確かに。おう、え、どうなってんのこれ。ここやん、ほんまに。これ何よ。どっち、これ何よ、はい、これ俺らは、はい、その定点カメラもちろんこの時に確認してないから、はいはい、なんか薬やってんけど、それはそもそもあったんちゃうかっていうことになったのよ、うん、落ちてたってことですね、はい、そうそう、はい、なんか1回全体回った時にはなかったような気するけど、俺ら見落としてたんちゃう、はい、まあ、落ちてたんやろ、見落としてたんやろな、で俺ら終わってん。だからそこまでこれに関して全然俺は執着というか怖がってもない、ね、はい、100% ラップ現象ですね。ラップ現象っていうの、物が倒れたりとか、はあはあ、音がしたりとかっていう、まあ、よくホラー映画とかである勝手に棚に飾ってあるものがドンと落ちてくるものとかあるじゃないですか。ポルターガイスト、ポルターガイストとかのめちゃくちゃ典型的なやつです。じゃあこの、まあ、ボトルっていうけど薬やってんな、はい、薬がその棚の上に置いてあったってこと、そう、それがバーンと落ちてきたってこと、はい、めちゃめちゃ怖いこと俺らスルーしてんだよ。俺らは映像見てるよ。これ、はい、めっちゃ死ねって言ってんですよ、はい、落ちた、なーにバーって俺ら見てないから、はい、まあ、これだってた仮に上にこの薬が置いてあったとして、はい、自然に落ちたら真下にポトンと落ちるんですよ、うんうんうん、明らかにこうやって投げてるような落ち方、そうですよね。だからこれは投げつけられてる感じがあるってことですし、これをスルーしたってことはこの後何か起きませんでした。いや、だからいろいろガチャガチャなったりとかは、明らかに気づけって石で落としてるんですよ。あ、そういうことなんや。なんで2回来たじゃないですか、ずっと1階にいて、うんうんうん、で、なんで気づかないんだって、切れてるからこうやって物をアクション残すんです。お前ら来てんのになんで俺に気づかんのってこと。そうです、例えばですけど、うん、僕が死んでるとしてこっち来てほしいのに、お三方がずっと向こうばっか探してたらあるとするじゃないですか、うんうんうん、こっち気づけようってバーンって投げてくるっていう、ポルターガイストとかラップ現象で一番典型的に起こる現象です。確かにここにあるのがあの監禁部屋で、あんまりここは撮影しないで暮らせないから、ここには我々あんまり行くけど、うん、もう通るだけやんな。そうですね。え、じゃあもうこれ完全に、いや、今回見せてもらっていいですか。すごい。じゃあこんな撮れたら俺は何をするんですか。どう撮ってんの。撮るわけやん。そんなことないですよ。だって上からさ、ポン押してきてんの。ほら、ほんまないもん。落ち方が。どっち？ほら。いや、これ、だってバウンドしてるじゃないですか。そうですね。気づいてほしかったんや。まさかスルーされると思わなかった。スルーしてやる。ほら、あーって。で、まあ、もう俺もちょっとバグテモてるから、相当ぐらい、ジャンプやん。陣内さんがラップ音スルーしすぎたんや。それ、相当ぐらい、スルーって、こんなもん。みたいなね、俺らは1回行くのよ、この後。で、ゆきおが一人検証で、この後2回に行くんやけど。
やばそう。あ、違う、その状況で気づけって怒った状況で行ったユキオちゃんの一人検証っていうのはやばかったと。やばいですね。怒ってる人のところに一人で行くってことですから。そういう状況だ。一番危ないんですよ。何してくれてんの。あ、分かんないですもんね。我々。え、でもウェルカムじゃないの。気づいてくれてまた戻ってきてくれたじゃないの。いやいや、もうその前に行ってればいいですけど、もう怒ってる。いやー、ちょっとじゃあすごいことが起きててね。これはすごいっすわ。これは霊障です。うわすごいね。いやあったね、やっぱりね。ありましたね。はい、陣内さんすごいですね。陣内さん持ってるんですよね。言ったら怒るね。いやすごい、うん、で毎月誰か誕生日にした方がいいですって。いやいや俺が言えよ、もたへん。いやもうでも落ちてきてもそりゃ落ちるやろ。いやいやいや、全部になって。いや俺マジで、いやそりゃ落ちるだよっていう。いやいやいや、それ手出るで。どこ行っても無理ですよ、そんなんやったら。どうやら不正があるかもしれないと。ユキヨの？ユキヨの。ええ何言ったのこいつ。引っ張ったからバランスが変わったぞ。いきなりカメラの角度変わりました。どうどうどう。今これ触ったな。あ、これロープ今触ってたよな。今ロープ持ったよな。持ってましたよね。おい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 、ちょっとちょっとちゃうやん。ちょっと怖い。やってるやん。怖い。これちょっと審議やな。デニクワの存続の危機になったで、ね、危機になります。視聴者さんの信頼も多分今回でゼロ。頼む、反省はしてるよな。こいつマジで、あの井戸にずっと置いとけよかった。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。